皆さんこんにちは。ようこそカップケーキ中毒へ。今回はホットチョコレートデコレーションのカップケーキをご紹介します。とっても簡単にできるのでぜひお試しください。今回必要な材料と道具はガナッシュ。材料はチョコレートと生クリームだけです。今回はミルクチョコレートを使いました。電子レンジで30秒温めて30秒混ぜるのを繰り返し、2つが完全に混ざるまで続けます。ガナッシュは今回のデコレーションでフロスティングと同じ役割をします。カップケーキ、シリコンのティーカップ型に入れて焼きました。4個のカップとソーサーのセットを私は5ドルで買いましたが、なければカップケーキを別に用意してお気に入りのティーカップに入れてデコレーションしてください。マシュマロ、オレオクッキー、ミニオレオクッキーを2枚お皿に添えます。スプーン、そしてナイフ。今回はチョコレート味のカップケーキを用意しましたが、何味でもいいですよ。好きなものを用意してください。カップケーキのトップが盛り上がらないようにいつもより少なめの分量で作りました。このティーカップの型の半分の目盛りまで生地を入れて焼いてあります。別でカップケーキを用意するときはティーカップよりも低めのものを用意してください。でははじめにマシュマロの大きさを調節します。ミニマシュマロを使うと小さすぎて、普通サイズだと大きすぎるので普通サイズを切って調節したいと思います。マシュマロを半分に切ります。次にスプーンでガナッシュをよく混ぜます。ガナッシュはこんな感じでサラサラとしていますね。これをカップケーキの上に乗せていきます。このガナッシュは15分くらい前に出来上がったばかりなのでまだ液状ですが、時間が経つと固まります。その場合は電子レンジでこのくらいになるまで温め直してください。乗せたガナッシュが全体に行き渡るよう、そして平らになるようにスプーンでならします。その上にさっき半分で切ったピンク色と白のマシュマロを乗せます。ティースプーンを置いてソーサーの上にミニオレオを添えたら、これで出来上がりです。とっても簡単にできました。ティーカップ型がなくてもカップの持ち手をチョコレートやフォンダントで作ってケーキカップにくっつけることもできますし、お気に入りのティーカップに入れても同じようにできます。お楽しみいただけたでしょうか。このチュートリアルが気に入った方はぜひカップケーキ中毒のチャンネル登録をしてください。ご覧いただきありがとうございました。